レシーブは圧倒的に不利なんです。こんにちは、アンドジャパンの浜川です。今回はロングサーブを出された時のレシーブ、ちょっと甘く返してしまうから次打たれちゃう、そこをちょっとでも改善できるようなお話できたらなと思いますので、まず前提ね、僕動画で前からもお話してるんですけど、レシーブは圧倒的に不利なんですね。不利っていうのは頭の中に絶対入れててください。じゃあ長いサーブをする時に、短いサーブで待ってて長いサーブを出されたっていう過程でいきますってなった時に、まず一番大事なことっていうのは、ゆっくりでもいい、もうチャンスボールぐらいでもいいんで、ストレートに返してほしいんです。頑張って。なんでかって言ったら、相手は大体長いサーブ出したらクロスで待ちます。大体ここで長いサーブさせる時ってこうなるから、そしたらボールはこっちに行くで狙われる。ゆっくりでもストレートに返すっていうところからまずやってほしいなっていうふうには思います。で、二つ目に関しては、ロングボールに関してロングボールの上回転で返そうとしてしまうってなった時には、相手もそのボールで待ってるんで、次やっぱ打ちやすいんですよ。必ずしも長く来たから先打たなきゃいけないっていう風なのは、ちょっと頭の中から抜いた方がいいです。だから僕はたまにあえて長いサーブ来た時にツッツキで返す時もあります。もしくはちょっとこうやってサイドスピン、相手が待ってるような回転の返球の仕方をしない、コースどこでもいいです。ミスするのが一番ダメなので。で、3つ目に関しては、レシーブ単体で考えるんじゃなくて、レシーブした後の次の戻りの方を意識してください。別に相手に打たれちゃってもいいんですよ。ただ打たれちゃって、次相手がじゃあどっちに打つのが得意なのかっていうのをしっかり見て、次こうやって待っといてください。これが大事です。いいレシーブをしなくても相手がそれでミスしてくれて点数取れたらいいので。あとプラスアルファでね、下回転のロングサーブとか横回転のロングサーブの返し方が分かりません。そこも軽く紹介しようかなと思うんですけど、短いサーブでも長いサーブでも共通して言えるのは、相手の面を見てください。横回転下回転って回転が分かってるんだよ。この回転で一番可能性のあるミスのやり方をなくすだけでもミスは減ると思うんですよ。だから下回転ブチって打たれた、長いサーブされたら多分8割ぐらいネットミスやと思うんですよ。だからネットミスしないようにしようって思えば、オーバーミスしてもいいんですよ。ドライブでもいいから、家で出してみます。横回転のサーブでもパッて出したら、あったらこっちに飛んでいくサーブなんですよ。なので、こっちを狙ってみます。狙ったところにしっかり返せるのはベストであって、それ以外のところに変えるのもグッドなんで、基本的にはミスしなかったらいい。今回ね、レシーブに関してやったんですけど、ぜひね、参考にしてもらえたらな。最後までご視聴いただきありがとうございました。